本日学ぶのは両面焼きそば。訪れたのはアペタイト。東京高島平にある両面焼きそばの専門店。焼きそばといえば麺をほぐし炒めるのが一般的なのですが、麺をお好み焼きのように丸く成形、焼き色がつくまでじっくり両面焼き上げるのがアペタイト流。そうすることで外はパリ、中はもち、食感にコントラストが生まれます。さらに秘伝のソースも煮詰めてから麺に絡めることで味わいに奥行きが。この麺のこうちょっとパリッとなった分と香ばしさのこうグラデーションがこうあって、やっぱうまいですね。焼きそばに人生を捧げた男が35年の歳月をかけたどり着いた理想の焼きそばとは。自分の中で納得したものが出来上がったっていうだけで働いてて楽しいわけですよ。今回は市販の麺と家庭にある調味料でお店の味に近づける調理法も伝授してもらいました。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。アペタイトがあるのは東京高島平。森さん、今日は高島平です。高島平です。高島平といえばまあ団地ですよ。あっちもちょっと見えるけどね、もうあのブワーッとこう広がる団地、たくさんの人が住んでいますが、でもねちょっとこう反対側というか線路挟んで反対側ですね、もう本当にいわゆる普通の住宅街です。普通の住宅街なんだけど、もうねあのお蕎麦屋さんとかもあるし、いろんなお店がねポツンポツンとこう点在してるわけですよ。でただほらここにもパン屋さんがあってですね、ちょっと覗いてみましょうか。地元で愛され40年のベーカリー、ドゥ・ムッシュ。ところ狭しと並ぶパンは実に90種類以上。どれも美味しそう。すごいですね、パンの種類が。そうなんです。え、トライアングルって何ですか？中にクリームチーズと周りがクッキー生地で、チーズケーキみたいな感じ。あ、そうなんですね。じゃあすいません、トライアングルと、はい、クリームパンと、はい、ソーセージと、ソーセージ、はい、カレーパンと、カレーパン、はい、じゃあフレンチサンドも、はい、これで今日のおやつ足りるかな。本番はこれからですけどね、その前にちょっとね、あ、香ばしくて甘くてチーズ、さあ食べながら行こう。そしていよいよお目当てのお店へ。こういう住宅街にお店が、あ、ここありました。ありました。どこで目立つよこれ。両面焼きそば専門アペタイト。あ、こんにちは。あ、お邪魔します。すいません、今日はよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。こちらが代表の飯野正史さん。焼きそばに全身全霊をかけ研究に研究を重ねてきました。店内は背中合わせのカウンターにファミリーに人気の小上がりも。昼時ともなると入り口脇にあるテーブル席も埋まる人気ぶり。お客さんを夢中にさせる両面焼きそば、そのお味は？もう美味しいですね。パリッとした焼きそばの部分が美味です。パリ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 、いい音が鳴るぐらいの食感です。美味しいです。最高です。パリパリで普通の焼きそばと違って、こう後を引くというか、クレーになってます。そして味以外にも魅力が。かなり前から来てるって。小学生ぐらいで。小学生から。じゃあ焼きそばアペタイトしか食べたことない、もしかして。そんなことはないです。お客さんに気さくに話しかける飯野さん、その人柄も愛される理由の一つ。
35年前に看板を掲げ、今や10店舗に拡大。焼きそばブームの先駆けとなったお店です。アペタイトさんといえばですよ、もう、はい、もちろん両面焼きそばはもう何といっても名物なんですが、おつまみ類の充実ぶりたるや、すごいですよね。まあ焼きそばイコールほらお酒っていうイメージもあるし、まあそうですよね、焼きそば自体もちょっとつまみになりますもんね。そうそう、おつまみで人気って何ですか。牛すじ大根。あ、いいですね。牛すじ大根、牛すじ大根もう人気の一つ。あと当初からやってる、はい、あの味噌漬け豚、はい、焼きというか丼、丼にもできるし、丼にもなるやつですね。いや酒飲みが大好きなんですよ、揃ってるし。いやかと思ったら本当あの本マグロ刺身とかタコブツか馬刺しまであるじゃないですか。そうそうそう、炙りしめそばとか。それはね、いやびっくりって言わ、いやご本人がびっくりしたいや、お客さんもびっくりします。お客さんも焼きそばは小、中、大、そしてビッグ、4つのサイズがラインナップ。一番人気は 1.5 玉の中、生卵トッピング。まずはそのまま食べ進め、途中黄身を絡めれば濃厚かつまろやかに。さらに唐揚げやチャーシュー丼などセットメニューも充実しているので、がっつり食べたい人も大満足。うちのスタッフもがっつり揃ってますからね。そうそう、あのこのスタッフがターゲットです。そうね、あのまあもう全員ビッグに丼ぶりつけそうな感じですからね。そんな中、上野さんが注文したのはオリジナルのおつまみ、ベニマル焼き。お待たせしました、はい、ベニマル焼きです。どうぞ。これがベニマル焼きですね。すごい見た目が衝撃的ですね。お、想像以上、当社比で 1.8 倍ぐらいの紅生姜感。あ、はい、結構しっかり焼いてるのに、はい、紅生姜のシャキッとしたフレッシュな感じが残るんですね、はい、なんかこれ食べてると焼きそば食べたい感がこう盛り上がりますね。続いてもオリジナルの一品。はい、お待たせしました、もんじゃせんべいです。え、上に乗ってるのは何ですか。それは明太子です。あ、明太子。いただきます。中にもんじゃの、とろっとした入ってて、パリパリ感がすごいですね、うん、そうか、明太子買ってるから本当にちょっとつまみとして明太もんじゃがあるように、うん、確かにこれ中に入れるよりも上に乗せた方がいいですね、明太ね。そしてお目当ての両面焼きそば。お待たせしました、両面焼きそばです。どうぞ。来ました、両面焼きそばです。このね、麺の感じがいいですね、香ばしい香りと。早速いただきます。はい、あ、もういい香り。うん、この麺のちょっとパリッとなった分と香ばしさのこうグラデーションがこうあって、しっかりした麺の感じと、はい、全体のこのソースの絡み具合がもう、はい、やっぱうまいですね。そうですね。こう両面焼きっていうね、うん、ちゃんとこう両面をしっかり焼いてから混ぜ合わせてるか焼くというね、これで本当に麺がね、あの同じ麺でもね、あの香ばしさが加わって美味しくなるって。そうそうそう、これやっぱりぜひちょっと教えていただいてよろしいですか。わかりました、よろしくお願いします。よろしくです。パリもち、食感のコントラストが癖になるアペタイトの両面焼きそば。作る上でのポイントは、両面をじっくり焼くとソースを煮詰めてから麺と絡める、この2つ。では両面焼きそばの味のポイントは何ですか。ソースか。失礼します、お邪魔します。はい、さあそれでは、改めまして両面焼きそばの作り方を教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。はい、まず材料こちらですね。はい、はい、肉が、はい、まあ、ご家庭ではバラ肉で、バラ肉で、はい、バラ肉をちょっとこう細めに切った、はい、はい、でネギ、はい、青ネギで、はい、はい、あともやし、はい、これは白胡椒です。完全に細かく切ったやつですね。麺はパリッとした食感をもたらす
低加水の自家製麺。ソースもおよそ10種類の調味料を独自にブレンドした自家製なのですが、今回は自宅でもお店の味に近づける調理法を教えてもらいました。あの市販されてる蒸し麺あるじゃないですか、はい、焼く前に電子レンジで、はい、まあ、1分ぐらい加熱で水分をちょっと飛ばすことによって、まずこう麺に焦げ目がつくようになるので、で、あと肝心のソースなんですけど、ソースと醤油とみりんとちょっと一つまみの砂糖の近づけると思います、はい、まあ、どんな味か正解を知りたければアペタイトへお越しください。はい、お願いします。はい、ちなみにこれ鉄板はですね、これ誰か落ちたんですか、ここに。いや、これはね、使い込んでるとこういう風に。え、だって だいぶ真ん中がこういいんですか、平らなものよりも。このそうです、そうです。実は熱した鉄板の上に油を引き、豚肉を乗せ弱火で放置。その間に、じゃあ麺を、はい、入れます。はい、麺を1分半茹でます。茹で上がったら豚肉の上へ、肉を中心に麺を円盤状に広げて、はいはい、あ、だからここへこんでるとやりやすいんだ。そうです、そうです、油を。でもここまでへこませるには36年ぐらいかかるんですよ。いや、すぐへこみます。あ、そうなんだ、そうなんだ。きつね色になるぐらいまでじっくりこういじらないで待つ、はいはい、このまま待つ、はい、時折裏面の焼き色をチェック。焼き色がしっかりついたら裏返します。このぐらいの焼き色、はい、なるほど、はい、そしたら反対側も同じように焼き色をつけるんですね、はいはい、目指すはこの焼き色ですね、はい、そしたら、はい、そしたらうまい。ポイントはここで火を止めますね。ここで火を止める、はいはい、そしてもやし、野菜を、はい、入れていただき、はい、そしてネギを入れる、はい、ただ両面をのける、のせる、そしてここでソース、ソースですね。麺にまんべんなく、麺にかけるですね、はい、おー、いい感じでじわっと来ましたね。で、胡椒の使い。でも、はい、味付けはもうソースと胡椒だけなんですね。そうですね、はい、これでこっからこうほぐしていく、はい、まあ、またポイントはこの時まだ火はつけないで、はい、あ、まだつけないですね、はい、はい、麺をほぐして、ほぐしてたら、はい、ほぐしてから火をつける。あ、そうするとソースが溜まって、はい、ここでちょっと詰める感じ。そうです。ああ、これほら、はい、ソースをぐーっと詰めてる感じ、はい、これで味がこうぐーっと、味がもうほんと浮き出てくるんで。そうか、普通の焼きそばだとね、もうあの麺にかけたらそのまま、はいはい、そしたらこのぐらいまで、はい、このぐらい、はい、ソースをあとは絡めて、はい、野菜を炒めながらタレを絡めて、はい、空気を入れるような感じでやっていただければ、はいはい、美味しい焼きそばができると思うんですよ。おお、こういう完成ですね。はい、完成です。豚骨ラーメンなんですよ、はい、豚骨ラーメン麺と出会って、あ、はいはい、あ、じゃあ焼きそばまずラーメン、豚骨ラーメン東京でやろうと思って。そう、その店に歴史あり、アペタイト物語。東京足立区で3人兄弟の長男として生まれた飯野さん。実家は祖父の代から続く製菓店。長男である飯野さんは後継ぎとして育てられました。学校から帰ってくると手伝えって言うんですよ、親が。それ嫌で嫌で、もう小学校の時からなんか家出してましたからね、割と。そうなんですね。あの、すぐ見つかるけど。親への反抗心もあり、道を踏み外してしまった飯野さん。高校に進学すると3度も停学、そして2年で退学に。しかし、これ以上親に迷惑はかけられないと猛省。父の勧めもあり、大分の学校へ。
3年通い直した後、東京へ戻りました。店を継ぐ覚悟を決め、青果店で働き始めたものの、なぜか大分で出会ったある食べ物が頭から離れなくなってしまったそうで、豚骨ラーメンと出会って、はいはい、この白いパイタンスープというか、今でいう白いスープって東京にない時代で、昔ね、ここもう本当20年ぐらいですもんね、こんなに豚骨が当たったのね。 そうそうそう、はい、その頃東京ではまだ珍しかった白いスープの豚骨ラーメン、その味にすっかりハマった飯野さんは、親父ごめん、俺八百屋じゃなくて豚骨ラーメンの店をやりたい。すると、そんなにやりたいって言うんなら、わかった、しっかり学んでこい。飯野さん再び大分へ、豚骨ラーメンのお店で修行することになったのですが、ラーメン屋の修行の最中に友達が美味しい焼きそばあるから行こうって言って、焼きそば屋に行くっていう感覚も分かんなかったけど、行ったらそれが衝撃的で、パリッと焼いた麺に大量のシャキシャキもやしが特徴の大分県日田市の日田焼きそば、町のソウルフードで至る所にお店が。その味に衝撃を受けた飯野さんは、焼きそばの店に修行先を変更。1年半ほど学んだ後、東京へ戻りました。そして開店の準備に取り掛かったものの、焼くとパリパリに仕上がる低加水の麺を作ってくれる業者が見つからず、そこで飯野さんが取った解決策とは、答えは自宅の1階に。こちらが麺工場ですね。自分で麺を作るしかなかったので購入して、もう36年目になりますか。なんと自ら製麺機を購入、業者には頼らず自ら麺を作ることにしたのです。こうして1988年、27歳で高島平にアペタイトを開店したのですが、開店当初は別の焼きそばでしたよ。それなりの焼きそばができてるけど、うん、自分の中ではもう納得してない、いや申し訳ないと、うん、もっと美味しくしたい、その一心で試行錯誤を繰り返しました。こちらがソース。そうです。なんでこれいくつも並んでるんですか。熟成させてるんです。コクが生まれるにはそれぐらいの期間寝かせる必要があってやってます。自家製ソースはおよそ10種類の調味料の配合をグラム単位で変え、ようやく現在の味に。麺も水分量を変えたり、アーモンドの粉を練り込むことで香ばしさを出したり、改良を重ねてきました。焼きそばにかける情熱っていうのは、まあ本当人一倍というか、もう世界で1位なんじゃないかなっていう感覚は私は持っていますね。まあ、社長兼、まあ、職人ですよね。これまで一度ローラーで伸ばした麺を重ね合わせ、二度伸ばしていました。しかしこの麺の弾力を増すために1年前その工程をさらに繰り返し、3度伸ばすと弾力が最高潮になることを発見。こうしてオープンから35年、ついにソースも麺もそのバランスも理想とする焼きそばを完成させたのです。本当良かったと思って、なんか納得いく焼きそばが自分自身で出来上がったって、働いてて楽しいわけですよ。36年やってきて今は一番楽しいっていう感じですか。そうそう、もうぜひ あのこの1年、そういえばアペタイトの焼きそば食べてないなって方はですね、あの変わってます。ぜひぜひぜひ。果てなき挑戦の末に生まれた焼きそば、あなたも一度味わってみては。続いて上野さんも挑戦。茹で上がった麺を鉄板にのせ、
焼き色がつくのをじっくりと待つのですが、触りてあ、全然まだまだ、あ、もういいような気がする。はい、返します。あ、いいですね。いいです、いただきました。バッチリ、このぐらいの、このぐらいのきつね色になってれば大丈夫です。野菜の上に麺を乗せ、ソースと白胡椒をかけたら麺をほぐします。そしてここからで、これこう、あ、ちょっと煮詰める、そう煮詰める感じで、ね、甘みしょっぱみのバランスをここで見て、もういいと思います、ね、もういいですか、はい、戻します、はい、麺とソースをまんべんなく絡めてお皿に盛り付ければ、はい、両面焼きそばの完成です。ちょっと食べてみていただいて、はい、あの率直なところを言っていただけるとありがたいです。じゃあいただきます。はい、どうでしょう。うん、うまいですよ。大丈夫ですか、うん、本当ですか。本当美味しい。え、本当にやった、うん、いや美味しいと思う。結構いい感じですね、うん、この香ばしさとカリッとの感じと、ソースをやっぱり全体に絡めた上で詰めて、こう味を凝縮したのをまた入ってるからの味がやっぱり深いですよね、はい、あの単にこうソースをバーッとかけてあの混ぜ合わせただけじゃない、うん、これもやっぱり大きなポイントですよね。美味しいですね。美味しいですね、うん、ぜひ試してやってみてください、はい、暑い日にさっぱり食べられるアボカドの簡単おつまみ教えてもらいました。今日のチャチャッと一品は混ぜるだけの簡単アボカドのしらすごま和え。スプーンでアボカドを一口サイズにくり抜いて、しらすにごま、白だしを加えて混ぜます。それをアボカドにのせ、仕上げにかいわれ大根を添えれば出来上がり。さっぱりして暑い夜にはぴったしなおつまみです。ぜひどうぞ。今回学ばせていただいたのは高島平のアペタイト。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。香ばしさと深い旨味と両面焼きそば。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。